身につけられる技術的に間違いなく上手くなる自信というものも生まれてきます。今の自分のチームで活躍したいと思った時に毎週成功体験を実感してもらう足りない部分をしっかりと補うです。はい、こんにちは、矢田部です。今日はセレクションに受からない理由の一つを話したいと思います。最近セレクションね、点は取った、また結構うまいんだけど受かんない、でなんでうちの子は落ちるんだろうって話やっぱりあるんですね。でそうした時に落ちる理由を探してうちのブログなんかも結構来てる。でそれが結果を出してんだよ、本当にシュート打って、決めたり抜いたり。でも落ちる選手って何なのかっていうと、ここ大事です、下半身だけ足だけでサッカーしてる選手。足だけでサッカーしてる選手っていうのはやっぱりこうやって猫背になっちゃったり、足先だけでやってて結局周りの情報だとか周りの人間の関係だとかその辺がちょっと弱い、はい、であともう一つ決定的なのは埋もれちゃいやすいんですよ。そのみんなといる中で上手い選手ってオーラがあるように見えるのはやっぱりこうやって背筋立ってる遠く見て何か考えてるなっていう空気を出すじゃない、はい、あの感じがあるかないかの差はやっぱりね、このテリトリー的な話、顔を上げてると相手も入ってきづらいとか、はい、下向いてると来ちゃうっていうのもまあ客観的な要素だと思うんだけど、やっぱり足だけでやってる選手っていうのは上半身も綺麗に動かなくて魅力に欠けちゃうんだよね、きっとね。だから上手い選手って上半身柔らかいでしょ、はい、だからメッシなんかよくボディフェイントとかどうとかってもう話題になる。だから今は上半身の力を、ね、抜く練習も入れてます。あと下半身だけの選手って上半身硬くて動かないんだよ。やっぱり首が下向いちゃうっていうのも一つあのロックの、ね、ロックしちゃう要素だと思うんだけど、だからそういった部分でセレクションでは下半身だけの選手っていうのは、不利になるっていうよりも結果は出てても目立ってない。だからその辺をしっかりとセレクション対策っていう形で対応できた子っていうのは修正できた子は受かってます。だから少しでも早く来てほしいな、はい、これできるとね足も速くなる、初速も上がってくるんで、サッカー全体が上手くなります。で上半身うまく使えると足がよりよく動くので同じことやっても目立つプラス上手くなるという要素があります。なのでセレクションね落ちてね理由わかんないよっていう子は少しでも早くその辺の修正をしに来てもらえるといいかなと思います。ぜひご参考ください。チャンネル登録もお願いします。